けども、今挨拶間違えましたよね。全然間違えてないですよ。あなたがジタバタしてましたよ。1個古いバージョンなの。こっちはもう80万人スタイルに切り替わってるから。はい、ということで番組チャンネル80万人達成しました。これはもう一人ね、応援してくださってる皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも最近ですね、もうすごい登録者の伸びが非常に良くてですね、はい、なんかあのモニタリングからね、すごい伸びてんのよ。そうだね、おならとかね。そうそう、おならとか、そう、すごい好評。私のね、ゆーチャンネルの方でもね、おならのコメントしかないのよ。ゆーちゃんイコールおならになってしまった。おならがすごい女でもう YouTube 界に広まりつつあるのね。やめてよ。ということでね、春に年号が変わるじゃないですか。うんうん、それまでに100万人。ほう。これいかなかったら、バーユーチャンネル、うん、爆発します。爆発します。主に僕の金玉が爆発します。ということでね、皆さん、バーユー布教活動、はい、これからもね、お願いします。ということで、まあ、80万人っていうあの記念の節目にですね、ちょっと改めて自分たちの一番最初の動画、これを見てどれだけ自分たちが成長して、どれだけ始めたてはうんこだったのか、それを一回見ようじゃないかという企画でございます。本日は金魚のフンも見たないよ絶対。だから昔の自分ってもう恥ずかしいでしょ。恥ずかしい、見たくない。いや見たくないよ俺だって。しかも見られたくない。そう、だから今日は一番最初の初投稿、 YouTube 初投稿の動画を見て、ちょっと成長した自分たちがアドバイスというか、まあ、突っ込んでいくという感じでやっていきましょう。これを100万人じゃなくて80万人でやるんだ。そう、80万人でやります。あ、じゃあ100万人に行くためのガソリンというか、うん、そうそう、ここでもう一発自分のその尻ケツ叩いて自分の尻を叩くんです。ここでもう一発気合い入れてね、100万人まで突っ走っていきましょう。ということで早速やっていこう。はい、ということでね、まずはじゃあ僕の一番最初の、はい、まあ、いわゆる黒歴史動画をねちょっと見ていきたいと思います。並び替えでね、古い順いきます。ポチッ。あー誰。あー恥ずかしい。これは恥ずかしいですよ。髪長い。ということで、ね、じゃあ一番最初のね、僕の動画はこのトイレットペーパーでソファー作ってみたですね。ちょ、これフルで読んだ方がいいのかな。驚愕の完成度、トイレットペーパー120個でソファー作ってみたですね。いきます。ぼっち VAMPI。 どうもバンビです。どういうことでね、しばらく。なんかその挨拶だ。オーラがねえじゃん。VAMPI。 ちょっとね、遅いし、しかもビジュアル系バンドやめてからすぐだったから、ちょっとまだ V 系チックですよね。ちょっと髪とかがもう服装からアクセサリーまで何やらがね、ちょっとチャラいですね。はい、流します。やっぱりこうみんなと会えないんで動画を撮っていこうかなと。目腫れてる。泣いたんですか。声がちっちゃいじゃん。バンド解散して泣いた後だろもう。YouTube やるしかないよ。やることねえよって。人生が終わったと思って、そうそう、マジで人生終わったと思った時ですから。はい、僕 YouTube の動画のイメージって、上がってる動画のイメージってやっぱりこう。これがうざい。顎になんか抱えてるんか。なんでずっとこうこうカッコつけてなんかここいじってんの、顎を。ちょ、もう一回いきますよ。はい。ソファーって結構高いじゃないですか。だから買わないで作っちゃおうと。頭いいよ。で、僕のこのコナン並みの IQ で考えて座り心地の…どうしてだよ。今と同じこと言ってんじゃねえか。中二病が抜けないね。抜けねえな。もう今だってほら、今も言ってる。マカポー散歩今から反射しますよって。コナンと同じ IQ ずっと言ってるよ。いきますよ。はい、では早速作っていこう。はい、それでは早速トイレットペーパーを錬金術で出していきたいと思います。どうでしょう皆さん。ちょっと頭でかいね。トイレットペーパー、このトイレットペーパーで作っていきたいと思います。やばかったよ、買うとき店員さんにすげえ変な目で見られて。でもこいつただものじゃないや。独り言がすごい。頑張ってるな。でもまず BGM を入れろ。BGM を入れて喋れ。つまんない話をタラタラするな。開封していきましょう。あ、BGM 入れてんじゃん。お、早送りしてるね。どんぐらいで完成するんだろう。見てください、このティッシュの量。あーあーあどうしてだよ。なんで
顔作ろうと思って無理やり変顔のとこをスクショしてこれ使ったやつ。そうこれわざと倒したんじゃないの？いやね、これね、ちょっと覚えてないんだけど、わざと倒したような気もするし、ガチだったような気もする。とりあえず、そばを作っていきたいと思います。頑張ったんでしょうね。よし、初投稿あるある、ずっと喋んなきゃって思っちゃうよね、カメラの前で。そうさすが図工5なだけありますね、やっぱり。BGM の種類が2個ぐらいしか背もたれできたよ。できたやん。アニメでありそう。ずっと言ってるよ、それから2年も。完成、やっと完成したわ。座ってみたいと思います。おお、え、ソファーじゃん。ソファー。あのニトリとかで買うよりとてもお安くつくと思います。なんとこちらのソファー、メイドクロセットのボディ、材料キャスト2160円、送料ジャパネットこちらでお願いします。なんでこれはやばいっすね。ちょっとこれ自分で歌ってるんですよね、著作権気にしてて。その時にジャパネットの歌を自分で歌ってましたね。BGM がでかすぎて何言ってるか分かんなかった。まあこんな感じですよ、僕の初投稿は。またなんだみたいな。ソファーを作ってみたでした。ここで動画ちょいちょい上げていこうと思うので、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。ということで、また会いましょう。じゃあな。またのじゃない。またのじゃない。どこで路線変更したの？じゃあなって言ってる。そうだって。これ結果、この頑張って作ったソファーも犬におしっこされて捨てるっていうね、稲荷にかけられて。はい、ということで僕の初投稿はこんな感じでしたね。なるほどね。はい、でもすごい頑張ってた。うん、頑張ってたね。やっぱ初めてなりに頑張ってたんで、すごい気持ちわかったもん、だって、うん、あー次、いわゆるゆんちゃんのね、初めての動画いきたいと思います。はい、ということでゆんちゃんの古い動画。うわ、ちょっと待って、撮ります。チュイーン。うわ、まあサムネだけじゃそんなわからないね。懐かしい。ということで、じゃあいきますよ。はいはい、初めての動画スタート。ゆんチャンネルオープニングが、ハロハロ、こんにちは、ゆんです。どうしてだよ。やだ、なんか顔でかくない？直角長くない。めちゃくちゃ長い。ここまである。ちょっとじゃあ行きます。しかもなんか今日から YouTube で動画投稿を始めることになりました。愛知県出身、日本育ちのハーフです。でもあんまり気づかれません。やっとここで出るのか。出た、必殺ぶりっこ困り顔。どうしてだよ。なにちょっとさ、自分のさ、痛さをカバーするためにさ、自分で声入れてんの。なんで。ちょっとこの頃すごいな、ブリブリが。すごいね。俺顔でかいよ、俺よりでかい、これ多分。この時ピンって踊ってました。で、この肩幅、頭2個分ぐらいしかないもん、これ肩幅が。わー、はい、自己紹介は以上になります。なんで急に明るくなった。だから照明わかんないのよ。この iPhone で撮ってたんですけど、勝手に上がっちゃって明るさが。オート機能でね。ありのままのユンを発信していけたらいいなって思ってます。どうしてだよ。アイドルが抜けてないんじゃ。アイドルだね、これは。やめても。おつかあ、おつか練習はずっとやってんだ。バイバーイ。おー、なんかパートしませんでしたね。まあ普通の自己紹介動画って感じだね。初期はね、こんな感じでした。いや、これもう恥ずかしいね、昔の動画って。やっぱ自分の2年で顔変わるもんだな、結構。そうだね、うん、ということで、まあ今回はね、昔の動画を振り返って、やっぱこう自分たちも成長できたなと、うん、まあ感じることができたんじゃないでしょうか。はい、昔もね、たくさん面白い動画ね、多分結構探せばあるんでね、うん、ぜひね、ユンチャンネルとかね、僕の昔の今このバイユンチャンネルのね、昔の動画はバンビ一人なんで、ちょっとね、あさってみてください。ということで、改めてやっぱりバンユンっていいなって思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。絶対この2人で100万人突破してほしいよって思った方も、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また会いましょう。またな。100万人いったら何したい？宇宙旅行。前澤社長か。何したいんだよ。俺？世界一周だろ。